7日に中国東部を襲った台風23号は、浙江省に甚大な被害をもたらしています。余陽市では予告なしでダムが放水したため、70% が水没しました。また、政府の救援が遅れているため、市民たちは自力で救助を行っています。交通が麻痺し、救援物資が届かない中、現在最も不足しているのが食品と水、ゴムボートだそうです。余陽市の市民によると、6日より雨が降り出し、7日にはピークに達し、ダムが放水。しかし、事前に知らせがなかった上、国慶節の大型連休が重なり、地元政府は8日になってようやく避難勧告のショートメールを発信。しかし、大雨で電波状況も悪く、一部市民にはメールが届いていないそうです。车子呀、电视啊、空调啊这种之前的啊，基本上都在水里泡着。救援的话，到目前为止，基本上都是民间自发的这种救援比较多。现在最主要缺的就是输入水、洗发精。情報によると、多くの市民はすでに数日間も食べ物を口にしていないそうです。就怕那个堤会破裂，然后他们就把水库的水给放掉。不下雨，反而这个水还会再涨。水的话，就是从水库那边流下来的。现在水位很高，我们也出不了门，都被家里困着。余陽市では現在、ほとんどの地域で停電し、道路が冠水し、交通が麻痺しています。救援物資が届かず、物価が高騰し、多くの市民はタイヤやイカダで町を出て、食品を調達しているそうです。这次台风来这么大的水位，市区比较严重，物价疯狂的涨，菜都快买不到了。白菜涨到8块钱一斤，钱的话2块钱一斤。中国メディアの報道によると、9日12時現在、浙江省では874万2500人余りが被災しています。余陽市では深刻な被害を受け、70% が水没し、83万人が被災しています。一方、温州市では10人が死亡し、5人が行方不明と伝えられています。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织的，政府以危险行为，大于家法。